どうもだるいもんです。今日も毎度毎度の朝のガソリンの給油からスタートです。なんか昨日ほぼほぼあんま寝れてないんでね、なんか体がだるいのですが、まあ、頑張って会社には行きたいと思います。ガソリンの会員価格おいくらでしょうか？今朝のハイオクの会員価格168円。まあなんか168円で安定してますね。昨日なんか夜寝れなかったんですよね。なんかわかんないけど寝れなくてちょっと寝不足気味です。まあちょっと休める時間があったら会社で休もうと思います。まあという感じでとりあえず会社に向かいたいと思います。そして最近朝晩めっきり涼しくなりましたね。ということで給油も終わったので会社に向かいます。はい、とりあえず会社に到着したのですが、ちょっとねスープラのホイール汚れてきちゃったな。でも今日はねちょっとなんか体がそういう気分ではないので、ちょっと近いうちに洗車するということで今日は勘弁をしてくれとスープラにお願いしてちょっと散歩に行こう。はい、ちょっと今日は遠回りをして散歩しております。もうすぐ菅神社。ふと思ってここの掲示板って前のドア、あ、ドアっていうか前の扉開くんですね。そして赤い羽ご自由にどうぞって書いてあるぞ。へえ、赤い羽の募金箱とかないんですね。共同募金ね。あ、募金箱がないんだ。そしてあら足が痙攣してるよ。痙攣してるともうカメラブレブレですね。はあ、まあ今日もここの階段はこんな感じです。菅神社に到着。そして今日は曇っているので風がなかなか涼しい感じですよ。そして心地いいです。はあ、散歩してる時はこれぐらいの気温がいいですね。なんかそして一礼して、はい、そして菅神社に到着。いやー、なんか朝からヘリコプターが飛んでなんか警備してるのかな、どうなんでしょう。まあちょっとそれでこれが声が入ってるのかどうかはよく分かりませんが、まあ多分入ってるでしょう。そしてもう彼岸花も枯れております。まあちょっと帰りにちょっとその枯れた彼岸花も取って行こうと思います。さあ、なんかいい感じに疲れてきたので仕事に向かいます。彼岸花も本当あっという間に枯れてしまいましたね。本当彼岸花は短い。今日はめちゃくちゃお疲れモードだ。とりあえず炭酸水を買って仕事に向かいたいと思います。はい、とりあえずなんか今日は調子が悪いので早めに帰ろうと思います。はあ、なんかかったるいんですよね。まあ、熱は別にないし、まあ問題はないと思うのですが、とりあえずちょっと心配なので早めに帰ります。家に到着。なんか家に着いたら元気になってきた。でもなんか調子悪いような気もするしな。ちょっと家でじっとおとなしくしてたいと思います。はい、という感じで今日もただただ動画を撮って編集をしたという感じの Vlog になってしまいましたが、まあね、おっさんの日常なんてこんなもんなんですよね。そしてね、ちょっと編集をしないと本当編集のやり方を忘れてしまいそうなので、まあ、とりあえず撮ったという感じですかね。はい、という感じで今日の Vlog はこの辺で終了したいと思います。もしよろしかったらチャンネル登録、いいね、評価、バッド評価、何でもいいのでよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではでは。